Welcome back! おかえりなさい。マレーシア在住歩くパワースポット代表ライトワーカーともです。では鳴らしていきます。おはようございます。獅子座さん、おかえりなさい。グモリー、お疲れ様です。では今日は獅子座さんの未来のあなたからのメッセージをお届けしていきます。よろしくお願いします。最後にどんなカードが出たかっていうのを一番最後に出していくので、気になる方はそちらで確認してみてください。よろしくお願いします。で今日はそう、昨日ね、私音楽フェスティバルに行ってきたんですよ。レインフォレストワールドミュージックフェスティバルっていうのに行ってきて、なんか結構ね、マレーシアのクチンっていうところがあるんですけど、なんかそこでね、有名、そこでなんか世界的に結構有名らしくて、私全然そういうの全然わかんないんですけど、なんか誕生日、自分のね誕生日の日に友達に行かないって言われて、なんかこうなんとなく行こうと思って行ったら、すんごい良かった。なんかね、エネルギーもすごいもらえたし、なんかやっぱアーティストの方、全然初めましてなんですけど、なんかね、本当に年とかそういうの関係なく、なんかみんながすごく楽しんでるし、なんかいくつになっても、なんだろう、なんか人生って楽しもうって思えた瞬間、なんかみんなが楽しんでたし、なんかそう楽しんでたし、なんていうのかな、なんていうんだろう、なんて言えばいいかわかんないけど、なんかね、すごくエネルギーに満ち溢れてた。なんか自然の中にあったし、なんか文化とかも学べたんですね。なんかいろんな民族の楽器で演奏してくれるんでしょ。で、言葉とか全然わかんないけど、なんか言葉とかもわからなくても、なんか歌とかってなんか通じるんだなみたいな、魂とか心からなんか歌ったりとか演奏してたりとかすると、なんか伝わるんだなっていうのをすごく肌に感じて、五感で体験して、私もなんかそういう、ね、アーティストさんたちみたいに、愛のあるメッセージとか元気と か、なんか勇気とかをやっぱ与えていけるような人になろうって、なんかこう目の前、本当にさ、こう一番最前列で見たんですよ。なんかすっごいエネルギーだし、なんかみんな楽しそうだし、なんか心からなんか音楽を楽しんでやってるみたいなのがすごい伝わって、会場が一つになってたのがすごかったんです。その時に私はワークでやったんですけど、これもね、みんな大体皆さんこの柄をやってて、友達とかと一緒にやったんです。友達と一緒にやったんですけど、みんなそれぞれ個性があって、しかも全部それが正解なんじゃないですか。なんか全部正解だし、なんかこう、なんだろうな、それを通して、なんか唯一無二の存在ってこういうことなんだなっていうのを、なんかこれをね、塗りながらすごいね、思ったっていう話です。はい、なんかね、すごく私はね、行ってよかったなって思ったんですよ。しかもクチン初めましてだし、全然聞いたことがなかったんですよ。もう本当にマレーシアに4年ぐらいいるんですけど、全然行ったことなかったし、ノーマークだったんですけど、なんか行ってよかったなと思って。しかもね、すごい美味しいね、おかゆ、海鮮のおかゆをね、見つけて、ブログで誰かが書いてくださったやつ、めっちゃ美味しかった。そしてなんか2個お寺とかにも行って、なんか龍神様とかのエネルギーをもらって、すごくね、またパワーアップしてきました。はい、なので最後までよろしくお願いします。はい、獅子座さん、お願いします。そう、いかがお過ごしですか。はい、このメッセージがあれだなって思ったら、スルーしてすぐリーディングの方に飛ばしてみてください。はい、でもね、すごいなんか久しぶりにすっごい音楽を目の前で聴いてすごかった。本当になんか、で私モルディブ、今後ろでモルディブの海流してるんですけど、モルディブも行って、なんかモルディブのその伝統的な音楽とか楽器を使って音楽を聴いたりとかして、なんかすごいなと思って、なんかすごい感動したんですよ。言葉とか全然わかんないんですけど、なんか心に響くなみたいな、いいな、音楽っていいなってすごい思いました。なんかね、日本のさ、日本の伝統的な
ね、音楽とかもあるんじゃないですか、三味線とか、なんかそういうのとかをね、もっとなんか世界の人たちに知ってもらえたらいいなってすごい思いました。まあ、知ってるかもしれないけど、なんかもっとそういう、ね、伝統的なものとかも、私もやっぱり外国に住んで、やっぱ日本の良さって離れてみてすごい良さがもっと分かるというか、日本のサービスとかもすごいしとかも、なんかそういうのもね、なんかどん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 伝えていけたらいいなって思うし、日本人であることにすごく誇りを感じる、うん、と思いました。感じるって思いました、海外に出て。なんか日本人にな、日本人でよかったなってつくづく思います。はい、なんかそんな感じです。はい、ちょっと長くなっちゃったので、また後日お話します。なんか続けてね、お話ししていこうかなって思います。はい、今日は獅子座さんのはここまでです。はい、では早速リーディングやっていきます。すいません、話が長くて。ではもらっていきます。獅子座さんの未来のあなたからのメッセージです。3枚出して、最後にこちらのオラクルカードからメッセージもらっていきますね。はい、いかがお過ごしでしょうか。そして、あ、個人鑑定に来てくださった方、本当にありがとうございます。とても感謝しております。感謝感謝です。お会いできてよかったです。もし個人鑑定が気になる方は、ぜひ概要欄から LINE がありますので、そちらに飛んでいただいて、メッセージ、ご希望の日時をお知らせください。個人鑑定希望というふうにしていただいて、コースを選んでいただければと思います。よろしくお願いします。あ、ちょっと怒ってしまった、ちょっと拾う。はい、ごめんなさい。はい、こちら1枚目です。うん、はい、では2枚目いきます。はい、2枚目、3枚目なんでしょう。お、ジャスティス。うん、こちらの3枚が出ました。はい、静止してるのはサムネになります。はい、はい、じゃあちょっと見ていきますね。うーん、なるほど。なんかちょっとバランスをすごく言われてますね。うん、なんか善悪、なんかいいとか悪いとか、そういうのをなんかこうあんまりジャッジしないでねみたいな。なんだろう、なんか正義ばっかり、正義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 みたいな感じでなんか偏ってしまうと、なんかちょっと辛くなっちゃったりとかするので、なんかそのバランスがすごく大事だよっていう風に言われていて、なんかこの、まあ、一番最初に落ちたのが、落ちてピョンって出たのがセブンオブソードなんですけど、これってなんかちょっと、なんだろうな、なんかちょっとずる賢いとか、なんだろう、自分の気持ちとなんか心がなんかバラバラ、なんか本当は A に行きたいのに、頭では A で行きたいと思ってるのに、なんか体は B に行っちゃうとか、なんか例えば誰かに言われたから、なんか本当は A がいいんだけど、なんかもうみんなの空気を読んで私 B って言っちゃったみたいな、なんか自分の本音と自分の本音と行動が違うっていう風に言われていて、なんかそれをすると自分自身にあんまりいい結果にならないよっていう風に未来のあなたは言っていて、未来の獅子座さんは言っているので、なんかそこをなんか気をつけるといいよって言われています。あなたの意見はあくまでもあなたの意見なので、それを尊重する、自分で自分を尊重すること、うん、がいいよっていう風に言われています。うん、なんかね、堂々としていてほしいっていう風に言われていますね。そしてなんかこうバランスが大事になってくるので、なんかそのまあ他人とのなんだろう、コミュニケーションとかも、まあなんていうんだ、なんか嘘も方便じゃないけど、なんか時と場合にはなんかね、お世辞みたいな感じでつく嘘っていうんですか、なんていうの、なんかそういう感じなんだけど、なんかそれがなんか無理してないみたいな感じ、将来のあなたが言ってるのは、それあなた無理してないみたいな、なんかこうあなたの意見をなんか言ってねっていう風に言われてるの、あなたの意見がすごく大事だし、なんか人の意見ばっかり聞いてると、なんかあなたが疲れちゃうよみたいなことを言っています。そうだから、なんかこう人目を気にしてあなたの意見が言えないとか、そ
そういう風になっちゃうとあなたがすごく辛くなっちゃうから、うん、なんか正直に生きること、なんかあなた自身に正直に生きてほしいっていう風に言われています、うん、なんかあなたはあくまでも物事をなんかこう平等に客観的にすごく見ることができるから、なんかそれで合ってるよみたいな、なんかいちいち人あこれ言うとあの人のご機嫌が損なわっちゃうからなとか、なんかそういうのを考えて行動してしまうと獅子座さんがすごく疲れちゃうから、そう あなたの良さがねそうすると出なくなっちゃうんですよ。獅子座さんですごく指導者とかなんかそうリーダー的存在で、こういうなんかどっしり構えてる人なんですよ。だからなんか今ちょっとそれがなんか人に合わせすぎてあなたの良さがちょっとね出てないみたいな感じだから、なんかこれからもっとそのあなたの才能とかあなたの良さを伸ばすために、まあ、うまくバランスを取ることと、あなたはあなたでいいんだよ、あなたはそれでいいんだよみたいな、もっと堂々としていいんだよみたいな、人のなんか意見を気にしたりとか伺ったりとかしなくていいんだよっていう風に言われています、うん、なんかあなたはそのうまく他人と自分のことをねコントロールというか、 なんかバランスが取れるよう、バランスが取れるよっていう風に言われているので、うん、なんかそれがちょっと今失われつつあるみたいな、未来のあなたからのメッセージはそれがあるから、うん、もっと自分を出していいよって、自分がどうしたいかっていうのを主張することが大事だよっていう風に言われています、うん、そうそうそう、ちょっと飲みます今日はねブラッ なんだっけな、なんかお茶を買ったんですよ。そのクッチンでたまたまね入ったお店で買ったお茶で、なんか玄米茶に近いやつで、なんかすごい有機野菜じゃない、なんかそのケミカルとか一切使ってないプロダクトで、本当にナチュラルに作ったっていうお茶で、なんか体にねすごいいいっていうお茶を手に入れたので今飲んでます。なんかシミとかそういうのも消えるし、なんかスリーピングもできるって、そうディープスリーピング、なんかベタスリーピングって書いてあったから、なんかすごい睡眠もよく取れるみたいな感じで書いてあって、なんかいろいろ健康、なんか内臓とかもすごい良くなるしみたいな、なんかいろいろねいいことが書いてあったので、ちょっと試しに買ってみました。それを飲んでおります。なんか玄米茶に近い感じ、しかもなんかノーカフェインなんだって、すごいいいですよねごめんなさい、それで今飲んでます。はい、マレーシアはとってもいい天気で暑いですはい、よろしくお願いします。はい、なのでそう、うん、そういう風に言っています。あなたの本来はなんかこうリーダー的な存在で、なんかこう光り輝くっていうか、自信に満ち溢れている人、なんかそれをうまく他人と自分の両方をうまくこうバランスをとって巡回することができるから、なんかそういう、なんだろう、今ちょっと自分の意見を押し殺しちゃってるような状態だから、それをしっかり、うん、自分のどういう風に自分がやりたいかっていうのをちゃんと明確にしていくといいよっていう風に未来のあなたは言っています。はい、ではこちらからメッセージを最後にもらっていきます。獅子座さん ね、ちょっと気使ってしまうと、なんかねあれ言ったら嫌われるかなとか、そういうのがあると思うんですけど、あ、これが出ました、あ、勢いが。そうなので、なんかあんまりこう考えすぎない方がいいよっていうふうに言われております。はい、こちらが出ました。何でしょう、うん、そうね、やっぱりこうちょっと今あなたに必要なのは、ちょっと一人になって自分を見つめる時かなっていうふうに言われてますね、うん、やっぱりこう人の意見とかをずっと聞きすぎると、もしかしたら、なんだろう、やっぱり経営者とかリーダー的な存在の人がいて、なんか人のね意見、なんかね部下の意見とかさ聞いたりとかすると大変、全部さ聞いてしまうとさ大変だと思うから、なんかそういう時はなんか自分としっかり向き合うことが心
ここでは大事って言われていて、あなた自身がまずリラックスすること、そして自分自身と向き合っていく、うん、あなたがどうしたいのか、なんかあなたがどうしたいのかっていうのが正解って言ってます。あなたがこうなりたいとかこうしていきたいっていうのが正解になってくるから、まあ、あなたの中での正解になっていくから、それをちゃんと自信を持ってやること。でもちょっと今はなんか休息が必要だから、なんかちょっと休んでねっていう風なメッセージですね、うん、なんかちょっとねここで言われてるのはなんかちょっと一人旅に出る感じ、なんか誘われるじゃないけど、とにかくなんか一人旅、旅に出るのが難しいなっていう方はなんかちょっと一人の時間を作る、なんか5分とかでもいいから、なんか一人でなんか誰もいないようなところでちょっと考える時間、なんか自分と向き合う時間があなたには必要だよっていう風に言われております。なんかもし気になる方はあの個人鑑定に来ていただいて、もっとパーソナル的なねことをあの見て、個人のことをね見ていただければと思います。よかったらあの概要欄にあの LINE がありますので、 LINE がなかったらなんかインスタで DM をください。ちょっとあんまりねインスタだとちょっとわからない時があるので、まあ、できたら LINE でメッセージをあのいただければと思います。はい、では獅子座さんへのメッセージはこのようになりました。あの最後にあのどんなメッセージがあるかは一番最後にご確認していただければと思います。では今日もちょっと長くなってしまったんですけれども、最後まで見ていただいてありがとうございます。とても感謝しております。本当にいつも応援していただいている方、本当に感謝感謝です。ありがとうございます。では今日も獅子座さんにとってとってもとってもとっても素晴らしい日になりますように。ではいってらっしゃい。 Thank you so much for watching. Have a wonderful day. お仕事だった方お疲れ様でした。じゃあね、バイバイ。